はい、カバージェブクロカッパ園長です。さてじゃあ最後この動画ではね、大坂直美選手のね、棄権のお話の続きいきましょうか。まあ全仏棄権されたじゃないですかね。風向きがねやっぱガラッと変わるわけですよね。なんか昨日も逆転大勝利何がみたいなお話はねお届けしたと思いますけど、どうも本当にね逆転大勝利、まあこれをね勝った負けたっていうのも変な話だと思いますけども、例えば、まあ、今回のお話はこのアメリカ CNN とか、英国のこの BBC なんかが早速反応するわけですよね。うん、確か、まあ、これ記事、僕、そこまで細かく見てないですけど、なんだろうな、この速報みたいなのね、ジョコビッチ選手いたじゃないですか。ナダル、ジョコ、錦織選手。3人はなんかこのね、いや、ね、気持ちはわかるけど、ね、記者会見も受けなきゃダメだよみたいな、確かそういうスタンスの発言をね、このジョコビッチ選手もしてたと思うんですけど、ジョコビッチ選手も早速ね、前言撤回ですよ。ね、ナオミ素晴らしいね、勇気ある行動だみたいなこと言い出しちゃったらしいですよ。おんやん。ということでちょっと見ていきましょうかね。では内容についてはこの CNN の動画がね、あるんで、この URL 載せておきますんで、ただアメリカ語なんでね、僕ちょっと意味がよく分かんなかったんで、まあわかるっていう人はもう試しにこの見てみるのもいいんじゃないでしょうかね。で、まあ世界の海外の反応がまあこの後続いてるんで、ちょっとそっちを見ていきましょうかね。大坂なおみ選手が全仏オープン出場辞退、メンタルヘルスを理由だそうだ。で、次が、これは企業が健康よりも利益、人よりも利益、命よりも利益を優先させた結果ですと。まあ大坂なおみ選手は被害者だっていうことが言いたいのかな。で、次、私は彼女がそうしてくれたことを嬉しく思います。全豪オープンで優勝した後の彼女を見たとき、観客と話さなければならないときに集中できないように見えました。プレッシャーが強すぎたんでしょうとか。だからもうコメントの論調もね、ガラッと変わるのがもう興味深いですよね。で、次が、彼女はサポートされるべきだったのに、全仏オープンのナオミに対する扱いは残念だ。ジャーナリストは質問するときには敏感であるべきです。ね、完全に逆転してますね。で、次が、テニスには高度の精神力が必要なので、テニスを休んで治療を受けるのはいい判断だと思います。これ、精神力要求されるのって別にテニスに限った話じゃないんじゃないですか？ねえ、何のプロスポーツだって全部そうだと思いますよ。うん。みんなそのプレッシャーに打ち勝ってね、夢を叶えていくんじゃないんでしょうかね。で、次が、私はフランスや他のテニス連盟に同意します。記者会見は ATP ツアーの一部です。すべての選手が記者会見を行い、スポーツの普及に貢献しています。もし一人の選手が記者会見をしないことを選択できたら、すべての選手が記者会見をすることになります。一人の選手が記者会見をしないことを選択できたら、すべての選手が記者会見をすることになります。何言ってんのかちょっと意味がわかんないな。そしてその結果、テニスに悪影響を及ぼすことになります。いや、だから一人でも例外認めたら、それに続く人が出てくるかもしれないっていうことが言いたいんでしょ？翻訳ミスかな、これ。せめて話を整理してほしい。彼女が病気のことを言い出したのは罰金を課せられた時だった。次が、スポーツはもはや能力が卓越性、実力ではなく金の亡者のために踊らなければ参加できないのだ、とか、彼女は仕事の半分しかしてないんだから半分の給料しか与えるべきではないだろう。で、次が、彼女が去ってくれてよかった。記者に対応できないのであれば、プレーする資格はありません。まあ、中には厳しい、人も中にはいるのかな。うん。まあ、厳しいっつっても、みんなそうだからね。ただ、一個気になるのが、この人ね、大坂選手、ね、でもオリンピックには出るみたいなことを言ってたって言うんですよね。いや、それは通用しないんじゃないですかね。え、それはありなんですかね。だって治療に専念するんじゃないんですか？なんだろうな、ちょっとわからないですけども、この彼氏ができました、で差別問題に口出ししてて、でまあ彼氏に会いたいが会えなくなって、まあ別れ話も出てくるとか出てこないとか、まあそんな可能性か、別れてしまって鬱になる、まあ聞いてそうなマスコミも聞いてきそうな、それについて聞いてきそうなマスコミもいるから、まあ記者会見拒否みたいな。あれ？大坂選手って、交際相手と別れたんですか？まあそんな話はちょっと興味なかったんで知らなかったんですけどもね。うん。まあそれが原因じゃないかっていう意見もあるんですけど、どうなのかな？まあ、あれかな？
まあ、純粋にこのテニスファンの人たちからするとね、まあ、大坂選手をね応援している人もね少なくないですよね。うん、まあ、確かにこんなんで消えてしまったらもったいないっていう気持ちがわからんではないですけれども、うん、でもどうですかね。まあ、ちょっともうメンタル僕病んだことがないから実際のところわかりませんけども、我が強くてね、わがままでね、しかもあの BLM 活動にね積極的に参加するようなね、そういう神経の持ち主ね、まあ独善的っていうのかな、若干ちょっとサイコパスも入っていそうな人に見えるんですけども、鬱になったりしますかね。なんかちょっと言ってることとやってることがね、なんか精神病んで苦しんでるようには全然見えませんけども、うん、いや、わかんないですよ。ね、本当にね、大変な状況だったのかもしれませんけども。まあ、言ってもマスコミがね、うん、やんややんや林立てるのはいつものことじゃないですか。昔からそうですよ。ね、物事こじらせるのはいつもマスコミだったし。だってそもそもね、うん、火つけといて、ね、とんずらかましますからね、彼らは。責任一切取らないじゃないですか、マスコミなんて。うん。まあ、それはともかく。つい何日か前までね、なんか水着でバカンス楽しむ画像をインスタに上げてたりしてませんでしたっけ、大坂選手はね。うん。でも、なんか今回のことがあり、だけど東京オリンピックにはまた現れて、なんでしょう、黒歴史、いや、うつ歴史っていうのかな。うん。そんなの増やされてもたまったもんじゃないんですけどもね。うん。まあ、大坂選手、ね、結構これ言ってる人も多いですけど、まあ、まだ若いじゃないですか。ね、若いから仕方ないって言ってる人もたくさんいらっしゃるんですけど、まあ、僕はそうは思わないですけどもね。うん。あとはまあ、じゃあ仮にね、うん、若さゆえのっていうやつだったとしても、周りにね、うん、彼女よりもね、年齢重ねて社会人経験踏んでる人間いくらでもいるわけでしょ？うん、なんで誰も言わないんですかね。ね、うん。あのね、これ別にあの差別するつもりはないんですけども、あの、タレントさんとか、あと、まあ彼女みたいなこのプロアスリートが、そのね、その本業以外のことにね、うん、あの手出すのをちょっと考えた方がいいと思うんですけどもね、うん、資格がないとかね、黙っとけとかそんなこと言うつもりはないんですよ、ね、でもこうやって本業に支障出ちゃったらさ、ね、いくらこの才能とかあったとしてもね、努力してる人だったとしてもね、なんか無駄になっちゃうじゃないですか、ね、例えば政治活動とか、なんかこの外交とかね、あとまあ宗教なんかもそうですよね、あとはまあ BLM とかそのポリコレとかね、この辺ね、去年あたりからのムーブメントですかね、うん、要はなんかこうね、いわゆるこの敵対する勢力が存在する問題にはね、干渉しない方がいいと思うんですよね。うん、例えばね、まあ彼女の場合だったらアメリカ本土のこの黒人活動家との接触、これはね、やめた方が良かったと思うんですよね。今更言ってもしょうがないんですけども。ね、実態はどうだったかは知りませんけど、どうも利用されてるようにしか見えないじゃないですか。うん。まあ今回このね、全仏オープン棄権されましたけども、その理由もね、うん、多分納得いかないっていう人たくさんいると思いますよ。だってね、まあ普通に1回戦勝ってたわけでしょ。じゃあもしね、そのメンタル病んでいた、ね、病気だったとしても、記者会見に応じられないほど症状が悪いとは思えないですよね。だからよくほら、ね、僕のこの動画のコメントにもね、たくさんくれてる人いましたけど、後出しじゃんけんだろって。だ例えばこのね、鬱だからってこの記者会見を避けたいっていうのが本当だとしたらね、事前にその理由などをね、大会ね、主催側にも当然伝えておかなきゃいけないと思うんですよね。うん。で、騒がれたりやばい状況になったから後付けで言うのは、ちょっと順番逆じゃないですかね。うん。なんか都合良すぎませんってやっぱりみんな思うと思うんですよ。だってね、これ実際にね、世の中にはさ、世界中にね、このメンタルでね、苦しんでる人、ね、何年も何年も通院しながら、ね、それでも社会人として仕事にね、出ないわけにはいかないからってね、頑張ってる、もがき、苦しんでる人たちだってたくさんいるわけですよね。うん。そういう人たちからしたら、え、何それ？言い訳として嘘ついてるとしたら絶対許せねえんだけどって。ね、僕の動画のコメントにもそういうコメントくれた方たくさんいらっしゃいましたけどもね、うん、こういうところですよね。こういうところがなんかこう純粋にやっぱり応援する気になれませんよね、うん、やっぱりね、嘘をつくとかなんかごまかすとかね、うん、なんかその場しのぎの言い訳とかそういうのってあのすぐバレるじゃないですか。うん、
だからやっぱりこのね、世間ではね、要は揶揄されたりもするわけですよね。黒人カード、女性カード、うつ病カード、あと LGBT カードが揃えば無敵だななんて言われちゃうんですよね。うん。なんかもっとね、正々堂々としてもらうとよかったと思うんですけどもね。うん。まあいいでしょう、ね。今後どうなるのか。本当にオリンピック出るんですかね。なんかあまり歓迎できませんし、応援する気になれないのは僕だけでしょうかね。ということで、宿題の確認に行きましょうかね。プーチン大統領が来日して金魚すくいに挑戦しましたが、やっぱりぽい、あの、すくうやつね、がすぐ破れました。さて、プーチン大統領が言いそうなセリフを考えてください。ってことでしたよね。たくさんの人どうもありがとうございました。じゃあまずインスパイア系シリーズさん、鍛えてやろうか、そんな脆くては金魚に勝てないだろうですかね。何に対しても強さを求めてそうなので、タルラーさん、まるで日本の政治だな、祭りごとで、民衆金魚の気持ちを救えなくて、頭ポイを変えるだけ、モガさん、最も大事なことは疲れないことだと言いながらシャツを脱ぐ。さらにエーハブ船長は死んだが私は無傷だと肉体美を見せつける。もう金魚どうでもいいんだね。バロンさん、やっぱ支え釣り込み足は通じなかったか、クソ。シマリスさん、プーチン大統領かなり気が短いと思うし、ポイが水に濡れると破れやすいのも知らないと思うので、こんな粗悪品作ったやつはどこに隠れても我々は見つけ出す、地球のどこにいても見つけ出して処罰してやると言いそうな気がする。業者さんかわいそす。それにしてもプーチン大統領は金魚すくいしている姿面白ですね。遠くから後ろ姿見たいです。ポイが破れた瞬間額に青筋立てながら銃乱射しそうで怖いので。村田大輔さん、おい天守すぐ破れるぞ、絶対破れないのよこせと銃で脅すのでは。チャイ君さん、なんだこの紙の弱さ、これなら我が国のルーブル紙幣の方がまだマシだ。プーチンさんにとってはマイナーカレンシーで世界で需要が少なく紙くず同然のルーブル紙幣の方がポイより少しは使い道があると思っているみたいですと。桜桜さん、プーチンさん曰く技術の壁がそびえとる。ダジャレですみません。大阪の星さん、スパシーバ、これはなんかありがとうって意味らしいんですけど、と言って天守と握手してその場を後にする。天守はその時チクッとした感覚を手のひらに感じたが気のせいだと思ってスルーしていたが、1時間後に泡を吹いて倒れました。ボヤッキーさん、怠ったプーチンさん、胸の前で手を回し、教育的指導と言った後、その後もう一本と叫びました。赤目さん、金魚じゃロシア人には小さすぎる、チョウザメでやろう。で、枕龍之介さん、これは CIA の陰謀だ、金魚は救うものではない、我が国なら底引き網で根こそぎにする。プリシラさん、私が欲しいのは金魚などではなく秋田犬だ、こんなちっぽけな魚なのに興味はない。めぐみこさん、ポイはチャイナ製か、ウォッカとカニの甲羅持ってこいと叫ぶ。そしてウォッカを飲み、金魚の水槽にもダボダボ入れてカニの甲羅を使い金魚を救い始める。桜パパさん、左手に破れたポイを持って右手にはどこから取り出したのか全く破れそうにない、網製のポイを持って天使を凝視しながら引き分けというなり持参した網製のポイをポイで金魚ガンガン救う、それがプーチン大統領。ルイコさん、細かいことはいいじゃないの、こっからここまで全部ください、金魚とても可愛いねって、自宅でめっちゃ豪華で美しくライトアップした金魚の水槽を作ると思う。ケンポードさん、日本の紙は弱いな、我が国の紙なら丈夫だが、我が国の紙を輸入しろ、そして金魚すくいに役立てて動物を保護するのだと言ってプーチンさんプチーンと切れます。スカーレットさん、負けず嫌いのプーチンさんはポイをポイッと捨ててプイッと帰り、密かに日本から持ち帰ったポイと、可愛い金魚たちにニヤニヤしながら金魚すくいをしていると思います。でコジーさん、すくい投げのやり方じゃないのか、こいつは同じと違うのか、腰の入れ方が足りないのか、他の日本人は一体どうやってるんだと、子供が多く集まる夜店に眼光鋭い小柄な外人さんがいると怖くて周りの子供たちが逃げるので困った大将が金魚を袋に入れて渡すが、技の習得にならないと断り、さらに観察を続け晩餐会にも遅れるのであった、知られざる遅刻の理由がここにあったと。で、永徳仁太郎さん、プーチン大統領が夏祭りに参加しましたが金魚すくいが成功しません、ロシアの風習では生きている魚をすくってはいけないことになっているんだと架空の風習をでっち上げる。
ということで、たくさんの人どうもありがとうございました。あれ、プーチン大統領ってもうすでに秋田犬、仲良しじゃなかったでしたっけ、なんかいませんでしたっけね。さて、じゃあ今日のお題なんですけども、まあ、またヤフー知恵袋からなんですがね、なかなかこのプーチンネタ好評だったんでね、プーチンネタ第2弾いきましょうか。来日したロシアのプーチン大統領がね、今回は金魚すくい、前回は金魚すくいでしたけど、今回はね、流しそうめんにチャレンジするんですね。流しそうめんにプーチン大統領がチャレンジするんですけども、そうめんがね、全く箸でこのつかめないんですよね。上流でね、そうめんを流してるスタッフにプーチン大統領がブチ切れて言いそうなセリフを考えてください。大丈夫ですかね。来日したロシアのプーチン大統領ね、金魚すくいの次はね、流しそうめんにチャレンジするんですけども、案の定ね、そうめんがね、全く箸でうまくつかめないんですよね。上流でね、そうめん流してるスタッフに青筋立ててブチ切れるんですが、さあなんて言って切れたんでしょうか。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた明日、ごきげんよう。